こんにちは、プロトです。今日は水晶機ジェルザーク3ですね、最強を撃破してきたので、魔法使いで自分がどういうふうに動いているのかとか、そういうところをその心の中で思っていることとかを言語化して、動画を撮っていこうと思います。で、開幕なんですが、まず必ず後ろに下がりつつ、敵がどういう行動をしてきたのかを見ながら浸透滅却を使います。で、これは今回自分タゲなので、壁が成立してから浸透滅却を使ったという感じです。で、大体13秒ぐらいで当たりに行き、で今回魔力覚醒が入っていなかったので覚醒を使います。で、開幕に覚醒が入ってたら、もうここはメラゾーマを撃っていくっていう感じですね。メラゾーマを2発撃てたらいいなっていう感じなんですが、今回暗黒の霧を食らって、1段階下がったので覚醒を更新しています。で、暗黒の霧が来たので、そろそろリミットタイムなんだけど、この時俺タゲで、魔法陣があの位置にあるよね。だから魔法陣に敵を絶対に乗せないようにするために一旦こっちに振りました。で、それから、当たって、で、その後こう雑魚にメラガイアを撃ちに行っています。1匹目を確実に落とす、逃がすためにメラガイアを撃ちました。で、その後は魔法陣をうまく利用しながらメラゾーマを撃っていくっていう感じです。壁が成立するように見ながらっていうところが大事になりますね。で、今俺が一瞬こう壁に入ってるんですが、魔戦さんが追いつくのを待ってからここを離脱しようと思います。はい。で、次 B がマグマを詠唱しているので魔法陣を置き、で、そこに対して、ちょっとね、遅れ気味だったので、マヒアテドスを打ちました。ベストな状態だとメラゾーマだけでいけるんですけど、ちょっとターンを消費したなと思ったら、遠慮なく CT で行くっていう感じですね。で、続いて、また魔法陣の上で、もう一人の魔法使いさんですね。本当はこれやっちゃいけないんですよね。魔法陣の上で敵を置くっていうのを絶対ここやらないようにするっていうのが大事ですね。魔法陣を捨てる勇気、タゲだったら捨てる勇気っていうのが必要です。もう一人の人が魔法陣を使えればいいという感じですね。で、二人が魔法陣を捨てなくちゃいけなくなるから、絶対魔法陣の上で敵を止めないっていうのが、大事になってくるかなと思っています。で、メラゾーマを打ち込んでいく。メラゾーマを撃つときも敵の行動を見てから、ちょっと壁が抜けましたね。敵の行動を見てから撃つっていうことをしないとちょっと大変なことになるんですよね。で、マグマの詠唱がある。で、ここはちょっとあそこ近づくのはボスのそばは非常に危ないので外に置きました。そしてメラガイアがあるので、これで一気にやっていこうかというところですね。で、ここは遠慮なくも CT 魔法を打ち込んで確実にマグマを止めに行きます。で、マヒアテドスはボスが絡む、範囲内に入るのであれば、まあ、積極的に打ってもいいかなっていう感じですね。さあ、覚醒を常に意識して、覚醒を途中で切らした状態が発生するとちょうどマグマの時に切れそうになったとかね、そんななっちゃうんで、早め早めに魔力覚醒は更新していくっていうのが大事かなというところですね。で、敵の行動を見てから魔法を打つので、敵の攻撃に対してこう対応しやすくなるっていう感じです。だから、なんだろう、すぐ打ちたくなるんだけど、そこをちょっと我慢してメラゾーマをこう打っていくときね、若干敵が何をしているのかっていうのを少しでも見てからやると、敵の攻撃を回避して戦いやすいかなっていう感じですね。さあ、ここは大号令のチャンスかと思ったんだけど呼ばれましたね。まあ、とりあえずマグマだけは処理しておきましょう。常に、雑魚を1匹とかにしておけばだいぶ戦闘が楽になるので、必ずマグマの処理を行って戦っていくっていう感じです。で、今はどういう状況、これメラゾーマをとにかく打ち込んでいる状況かな。はい。魔法陣のね、できる限りうまく魔法陣を使っていく。で、ちょっと魔戦さんが
フォロー入りきれないときはちょっとあのね、使うんですけど、普段は使わないかな。基本的にはマセンさんが上手だと、あの弓でね、マジックアローで入れてくれるんで。で、暴走魔法陣を置く位置はこの中央付近というか、中央のこの円に対して置いていくっていう感じですね。おっと、あれは俺に来てるのかな。ジェルザークが俺に来てるので、俺は魔法陣を捨てます。もう一人が魔法陣を使えればそれで OK ということですね。魔法陣の上で敵を止めてしまうと、そこでもう二人とも魔法陣を捨てないといけなくなるから、必ずターゲットを持った方は魔法陣から敵を離すっていうことを考えながら引っ張った方が安定しますね。さあ、また俺タゲだね。これだいたい数を数えながらやってます。だいたい13秒ぐらいで当たりに行けたらいいかなっていうところです。これ当たりつつマグマを処理しに行く。で、ちょっと遅れてるので、ここはマヒャデドスを打っていきます。敵1匹だけど、ボス絡めれないけど。だ、ここの判断ですよね。魔法使いは常に冷静でいなければいけないっていうところですね。おっと、マグマを出されてしまった、まあ、間に合わないこともあるでしょう。で、死ぬこともあるでしょう、はい、ちょっと今のは無理していったんで、敵のレーザーを食らってしまいました。ね、無理した割に処理できない時もまああるということですね。さあさあ、浸透滅却をしてブレスをね、耐えれるようにしておきましょう。さあ、だいたい冷静に判断をしつつ魔法陣を置いていくんですが、常にね、これジャンプしておかないとね、敵の、まあ、まあ2匹なっちゃったね。ジェルトラップが来るよ。はい、逃げていきます。常に敵の行動を見つつやれば、攻撃をほとんど食らわずに戦うことができます。食らわずにというか、まあ耐えていけるという感じですよね、まあ、死ぬときは死ぬんですけどねさっきからなんかうまくいかないところは割とあるけれど、これ勝つんで綺麗に勝ちます。まだ真っ白だけどね、結構早く勝てるんですよこれ。さあ、暗黒の霧が来たね。これリミットがもうすぐ来るよっていうところですが、魔法使いさんが一人やられてしまったと。なんだけれども、おそらくこの状態だとフォースブレイクを入れてくれるんじゃないかなと思うんですよね。マセンさんの判断で多分ここはフォースブレイクを入れてくれました。じゃあそこにメラガイアを入れていきます。さあ、9999出るのかな。出るね。じゃあもう余裕でしょう。ちょっとここ焦ってマヤデドス使ったけど、メラゾーンは全然いけたっていう感じですね。もったいなかったけど、まあ確実に今のを処理したことで一気にこうマグマも消えるので、もうあそこはちょっとね、若干無理してでもやらなあかんなっていうところでしたね。で、そこをこう判断でこうマセンさんがうまくフォースブレイクを入れてくれたっていうのはかなりすごいかなっていうところですね。さあ、敵がうまく止まってくれているので打ち放題。あ、ここでさらにマグマが来て、今何も入ってないけどマセンさんはここで素早く気づいてマジックアローを入れてくれます。それで、入らなかったと。もう一発撃ってくれて入りました。さあ、これ間に合うのかな。一応でもベストな状態からメラゾーマをガンガンいけてるので、さあここ魔法陣を捨てて、あーちょっと無理でしたね。俺が打ち込めなかった分があるのと、最初からやはり下がっていなかったっていうのがあるけど、なかなかうまく処理できなかったですね。残り時間はもう10分、もうすぐ10分を切ろうかというところなんですが、あと1分で果たしてっていうところです。あ、また連続でここでマグマが来ました。これはいけるね。これは全然処理できると思います。これをうまく処理すれば、まあ呼ばれてるじゃないか呼ばれてるけれど、はい、これは処理しました。敵を2匹にするとね、ちょっととんでもないことになってしまうので、で、魔法使いさんが、もう一人の魔法使いさんが、これ、ちゃんとしっかり、
魔法陣を捨ててくれたので、俺は上に乗りながらこう攻撃できると。だからどっちか片方が絶対残るようにしないといけないってことですね。魔法陣の上で敵を止めてしまうと2人が魔法陣を破棄しないといけないとなると、そうなってしまうと魔法陣も無駄になっちゃうんですよね。さあ敵は黄色になりました。ここは一気に削らないとあれを止めれなくなります。で今 CT もないんですけど、メラゾーマだけで意外といけちゃうと。あ、まあフォースブレイク入ってるっていうのもあるから。で戻ってきたのでメラガイアも撃つ。ここはね一気に削るチャンスです。フォースブレイクも入ってサイカもあって、もうここは撃つしかないでしょうみたいな、多少無理しても撃ちます。はい、これで結構削れましたね。で敵を1匹逃がすことにも成功していると。結構火力がね今回高くて非常にやりやすい戦闘でした。で、まあ、魔法使いはできるだけ死なないということが大事になってくるので、5つ目の杖かなを使って HP もしっかり上げております。はい、死なないように立ち回る。魔法使いは死んではならないというところがこの戦闘の肝ですね。で、あれほら、あのなんか魔法陣の近くで止めると敵の範囲で魔法陣を使えなくなってしまうから、そこを結構意識して戦った方がいいです。魔法陣の上で敵を止めてはならない、これ俺だよね。魔法陣の上で敵をできるだけ止めない。でも、あ、もう一人の魔法使いに魔法陣をうまく使ってもらう。で範囲の入らないところまで来たら敵当たっといたら、ね、あれ範囲渡してるでしょ勝手にで魔法陣は全然使える状態で、今のリミット間に合ったので、これは大号令をキャンセルするチャンスが来ました。で今うまく成功して、ここでエンドまで引っ張ればキャンセルが成功します。はい、でここ本当は僧侶さんか魔戦さんのどっちか、そのタゲられていない方が壁に入ってくれるのがいいかなと思います。魔法使いだと死んでしまうと魔力覚醒とかねやり直さないといけないんで、火力が若干落ちてしまうので、できることならあそこは僧侶か魔戦が入るのがベストだと思います。まあほとんどの場合魔戦さんが最初のタゲで逃げてるはずなので、まあ僧侶さんが入ってくれるといいかなという感じですね。僧侶だと自分でね天使で生き返ってくれるんで。さあもう一人の魔法使いさん、うまいですね。これ魔法陣で絶対止めないっていうのをやってくれております。おかげで俺はこの魔法陣をうまく利用してガンガン攻めていけると。これができる魔法使いが、パーティーにいるとかなり、攻めやすくなると思います。魔法陣を無駄にしないっていうね、そういう戦いをすることでこう火力が間に合ってくるっていうか、もうほら残り6分だけどもう赤くなりましたよね。あの10分ギリギリで今回黄色になった戦闘だけど、もう6分でもう赤くなってもう倒せるんじゃないかっていうような状況でございますね。はい、めちゃくちゃ今回いい戦いだと思います。今回ねこれ別にそのなんだろう固定パーティーとかではなく、一応フレンドさんが今回入ってくれてるんだけど、今回のそのジェルザークをやるにあたって結構俺はずっとねノラでやってました。ノラパーティーを集めてやるっていう形で、まあ、ずっとやってたんですけど、はい、固定を組んだら結構早めにクリアできたんではないかとはね思うんですけどね。毎回ちょっとノラで毎回違うパーティーでってやっていくと結構運があったりしてね、パーティー運とかがあって大変だったんですけど、今回は非常に当たりのパーティーになりました。はい、さあさあ魔法陣の上で敵を止めない、それを意識してもう一人が魔法陣をフルに使える状態であれば全然マグマ止めるのは余裕であるっていうことですね。で逆に魔法陣の上で敵を止めてしまうと2人が魔法陣を捨てるっていう状態になって、そうなると
もしくはその魔法陣に無理やり2人が、残って、まあ、雑魚処理をすると、その敵ボスの範囲攻撃でドカーンとやられて、結局マグマも処理できないみたいなね、そういう、地獄のような、状態になっていくっていうのを結構何度も見てると思うんですよ。これを戦ってる人たちって、魔法陣の上で敵が止まって、魔法陣のその近くでボスが範囲技をして、で結局魔法使い2人死んでしまうとか、ね、そんな風になって処理が追いつかない、全滅するみたいなね、そういうことになっていくし、そうなるとボス自体の削りも全然間に合わなくなっていくんで、絶対魔法陣の上敵を止めないっていうのはもうこの戦闘絶対やってはいけないことですね。特に魔法使いがターゲットになった時っていうのはそれ起こりやすいんで、そこ注意したいなっていうふうに思いながら戦っています。さあ今回大号令のキャンセルに失敗しました。おそらく俺がやられたせいで、ね、他の人ちょっと戸惑ってどうしようどうしようみたいな感じになったんじゃないかなという感じです。はい、魔法陣の上に敵を止めないようにして、あそこで勝手に範囲技をしてチャンスを作っているという状態です。これができればこの戦闘かなり有利に進められるじゃないかなと思います。あ、今度はまた俺がターゲットです。できるだけ下がって13秒後ぐらいで敵の攻撃を受けます。そうすると敵は勝手にそこで範囲技をして時間が作れると。さあ魔法陣はできるだけ内側に置きます。さあここのマグマは止めたいね、止めたいけど敵を攻めれば勝てるかなっていう、このどっちを選ぶっていうね、そういう状態ですが、まあ、できたらマグマは止めながらやった、この時はまあ全然余裕が、その時間に余裕があるんで、これはマグマを止めに行くっていう形です。残り時間との相談ですね。これは時間がもしあとちょっととかなったらもうボスを一気にガンガンやった方がいいけど、全然余裕があるんでここはもうマグマを優先した方がいいなという判断ですね。でその意思の疎通が、パーティー全体で共有できていたからこそ今回ね、この割とこうサクッと倒せたというか、17分6秒なんで結構早いと思うんですよ。まあこれ初めて本当に撃破することができました。いや本当長かったな。初日の3の日はもう本当真っ白のまま終わりましたし、で2回目の3の日は黄色までいけたんですよ。で3回目で赤まで敵を追い詰めることができたんですが、結局倒すことができなくて、今回4回目の3の日になってようやく倒すことができました。今回このパーティー組んで1飯で、1戦目がすごいいい感じだったんだけど、結局時間切れになってしまって、でその後また食事が残ってたからこう、ね、2戦目こううまく入れて、でそれで撃破したっていう感じです。いや本当にみんなが上手で助かったなという戦闘になりました。本当ね、ありがとうございました。いやこんな感じで戦えばおそらく、魔法使いはいいんじゃないかと。一番大事なのは魔法陣を片方は絶対使えるという状態を作るっていうことですね。はい、それでは、最後までご視聴ありがとうございました。はい、見事に水晶騎ジェルザーク最強を倒すことができました。はい、ありがとうございます。それではまたお会いしましょう。プロトでした。さようなら。バイバーイ。